名前がコールされますと大きな拍手が沸き起こりました。東京ドームマウンド上には東京ドーム初登板の根尾昂、そして大阪桐蔭高校の先輩後輩対決になります、中田翔対根尾昂。初球、ここは変化球、今度はストレート150キロ。気持ちよく中田翔は明日を迎えさせないというためにも、そうですね、152キロです。そういう意味でもここは中田翔、そして次が岡本と、はい、この2人との対戦、根尾が追い込みました。高校の先輩中田翔に対して変化球、空振り三振。今日はこのスライダーを使いました、谷繁さん、はい、まあ、ちょっと予想できてましたけど谷繁さんはこの根尾のピッチャーとしてのポテンシャル、どうご覧になってますか。まあ、やっぱりボールが速いということですね、まずね、速いボールが投げれるということですね、だから、まあ、もうちょっとなんかスピードがもしかしたら上がるんじゃないかな、まだ上がりますか、はい、気はしますけどね、まあ、やっぱりそこが一番でしょうね。うん、今こう中継ぎという役割ですが、はい、いずれどうなんでしょうか、この短いイニング、それともこう先発みたいなことも。154キロ、スピードが上がってきました、ね、まあ、どちらなんですかね、まあ、それは今年の、ね、まあ、シーズン終わって、はい、秋のキャンプから、ね、どういう風にしていくかというのは、まあ、ある程度決めていくとは思うんですけど、このストレート153キロ、シーズン途中まで野手としてやっていましたが、ピッチャーに転向。根尾の能力、ね、この辺りはやっぱり魅力ありますよね。ありますよね、ボール2ストライク、三振。中田翔、そして岡本、連続三振、根尾昂です。